はい、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。岐阜県の富加町からやってきました、富パンです。富パンは富加町特産の古代米の饅頭がモチーフになっています。はい、富パン真ん中。古代の髪型をしているプニプニのパンダです。とてもプニプニしているので、こんな感じで、プニプニなので、後で触ってみてください。で、富パンの、はい、はい、いつもよりプリプリしてます。はい、富パンちょっと後ろ向いて、トミパンの背中についているのは羽生理子石のマントです。富加町には日本最古のゆかりの地というふうに、マント羽生理子石を、PR していますので、このマントにもちょっと仕掛けがあるのでぜひ後で探してみてください。はい、じゃあ次はこの流れで、いきなり脱ぎ始めた。はい、すいません、今日初めてです。早替え、早替え。はい、はい、皆さんこんにちは。次はこの流れで、合同町のバナナです。バナナの紹介をさせていただきますと、バナナの頭についているのは、真っ赤な、赤いバラです。バナナの住む合同町は、バラの、出荷量が、東海でもトップの方です。で、このバナナの手に持っているのは、ほうれん草ではなくて小松菜です。はい、小松菜です。来たらダメですよ、ミッチーさん。はい、この小松菜の出荷量も東海でも、随一を誇っております。そしてこの可愛い水色のワンピース、こちら揖斐川を流れる岐阜の清流をイメージしています。アテンドかもう自分の体に合同町の特産品をいっぱい身につけている合同町大好きな女の子です。そんなバナナの合言葉は頑張ろうずという合言葉があります。ちょっと親父ギャグ臭いですけど、ぜひ覚えて帰ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ちょっとお兄さん、はい、判定取られて、ハッピー取られてますよ。あ、いいですね、はい、僕より似合うんで、イエーイ。もう来てもらってみましょう、最後まで。はい、最後まで来ます。あ、じゃあ許可もらったんでそのまま、イエーイ、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。誰のアテンドなんですか、もうぐちゃぐちゃじゃないですか。頑張ろうぜ。はい、じゃあ次、伊勢、伊勢行きましょうか。はい、お願いします。皆さんこんにちは。長野県の木曽村からやってきました一世です。皆さんよろしくお願いします。はい、ちょっとね、バナナちゃん手伝ってもらっていいかな。あら、ちょっとね、さっきバナナちゃんにね、お願いしてね。バナナちゃん、頑張ろうず、頑張ろうず。おい、この辺がいいよ、ローズちゃん。ローズちゃんちゃうわ、バナナちゃん。そう、ちょっとね、風で挟めてね、あれな感じなんですけど、長野県の木曽村のね、今日ね、一世のね、ブースがありまして、そこでね、長野県の木曽村の、PR をやっております。長野県木曽村っていうとね、どこかって言いますとね、伊那市とかね、松本市の周辺にあるって言ったら、なんかみんな分かってくれるかなっていうところなんですけども、ですね、何が有名かと言いますと、ヤブハラ高原スキー場。これ皆さんスキーやられる方だとね、滑ったことあるよとか、有名だよねっていうことね、言ってくれたりするんですよね。ぐちゃぐちゃ。で、ちょっとぐちゃぐちゃだよ、もうちょっと行こうね。はい。それでね、長野県木曽村、どういうところが有名かと言いますと、木曽川のね、源流なんです。源流の生まれる村、長野県木曽村と言われます。そういうことでですね、水がきれいです。空気もきれいです。ということは何が起きますかと言いますと、白菜やトウモロコシ、そういうお野菜が非常に美味しいです。そばもね、有名です。一度食べたらね、おお、こんなうまいものがあるんだと、ちょっとびっくりするかもしれません。そしてですね、もう一つ有名な、最近ね、和風総本家とかでね、紹介されてる、見られた方はいらっしゃると思います、長野県の伝統工芸品、おろく串。これはですね、モナコの皇室とかにもね、献上されたりとかして、すごく有名なところです。最近フランスのね、有名な美容室が、この、ミネバリと言われてね、使われているモロクシのものを紹介しておりますので、ぜひぜひ皆さん、長野県木曽村に来てくださいね。そしてね、これこちら、恋愛といえば、縁結び神社。もう、読んで字のごとく縁結び、縁結びにね、非常に効果があると言われている、縁結び神社、長野県のね、パワースポットとしてね、バナナちゃんごめんね、縁結び神社のパワースポットとしてね、非常に今、有名になってきております。ぜひね、一度ね、お参りに来たり、長野県の木曽村のね、ごめんなさいね、スキー場に遊びに来たり、夏はね、キャンプ、釣り、いろいろ楽しめますので、釣りはね、特に何も持ってかなくても楽しめます。釣り竿を貸していただいて、そして釣ったらその場で
魚を焼いていただけます。非常に美味しいです。ぜひね、家族連れの方はね、木曽村に来てね、キャンプなどを楽しんだり、のんびりしてね、空気の美味しさを楽しんでほしいですね。ね、一斉、いろいろ紹介するものまだあるんだよね。観光施設いっぱいあるもんね。でも今日はね、僕が紹介してもね、みんな飽きちゃうだろうからね。一斉はね、実はね、歌に合わせてね、観光のね、スポットを紹介していきたいということでね、長野県のね、木曽村の有志の方々がね、作られた曲をね、今から踊りたいと思っておりますので、ぜひ、聴いてください。ありがとうね、バナナちゃん。ごめんね。ありがとう。一斉ありがとうね。じゃあ、今から一斉踊ろうか。じゃあ、それでは、曲お願いいたします。長野県木曽村や盛り上げ隊の、曲で、木曽村セブンがやってくるです。どうぞ。お、ハイパン乗ってるね。すごい、ノリノリ。トミパンに負け取るよ。ステップがどっちの曲か分からないぞ。トミパンに取られちゃうよ。すげえ。天然リンリン三つピザはトミパンピザはカンデスイス。そしてバナナちゃんはちょっと離れる。本当はね、2番とか3番でね、今度は特産品のさっき紹介した白菜、トウモロコシ、いろいろ出てきます。よかったらね、木曽村セブンがやってくると調べるとね、曲が流れたりしますんで、ぜひ聴いてみてくださいね。じゃあ、それでは一斉ありがとうねっていうことで皆さんに、ぜひ木曽村に来てくださいね。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとう。